こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達と Facebook の友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、モテロー君のさりげない配慮という話をさせていただきたいと思います。で、これね、結構付き合う前とかだとどんな女性もなんか言いにくいことがあるんですよね。それを男性から言ってくれると、なんかすごく一緒にいやすいし、配慮してくれてるなっていう風にちょっとね、もう優しいなって思ったりしてもらえることがあります。それは一体何かというと、お手洗いの気遣いですね。例えばこうお出かけをしていたりとか、なんか長く歩く時があったりとかして、あとはまあ帰り際とかもそうですけれども、お手洗い大丈夫って聞いてあげたり、なんか自分が行きたいって言ってあげるのもいいんですね。女性からは行きたいって聞かれてやる、ね、行くのもちょっと恥ずかしかったりとかあるので、俺ちょっとお手洗い行きたいんだけど大丈夫とかって言ってあげると、あ、すごい優しいなって思ってもらえます。はい、ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 Facebook、 そしてチャンネル登録の方もお願いします。では今日はですね、あ、そう、あのね、ミスチルの、今日好きなんだね。ミスチルはね、全般的にやっぱり好きなんですけど、花火っていう歌が本当によくって、この歌はなんか私がすごい大好きだったね人がいて、でその時にもう会えないんじゃないかなって思っていて、で最後にね、もう一回もう一回ってとこがあるんですよ。で、何度でも君に会いたいみたいな、そこがなんかね、あ、もう会えなくなるからもっと会いたいななんて思いながら、 たくさん歌ってた、今でも歌いますけど、曲です。ね、みんな知ってる人多いと思うけど、なんか歌えるとか、なんかいいと思います。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。